きました先生、長い年月を超えて現代の先生を歌わせていただきましたが、いかがだったでしょうか。皆様のお言葉に届いたでしょうか。ありがとうございます。はい、では続きましての曲に参りたいと思います。続きましての曲なんですけれども、皆様もこの曲ご存知だと思います。帰ってこいよ、ね、皆様も耳にね懐かしい曲だと思いますけれども、追分山といえば、はい、追分山といえば、東北関東大震災を、私は思い浮かべるんですけれども、いまだに避難所で生活されていたり、またはご家族を行方不明になられてまだ見つかってない方々もいらっしゃるということで、そういうことを思うとやっぱりこんな風にしてね、皆様と今日ここで会えたこと、そして今日朝起きて腕が動いて足が動いて、そしてこのステージで歌わせていただけているということにとても幸せを感じております。本当に大惨事が起こりましたけれども、これはやっぱり私たちが気づかなければいけないことがお一人お一人あると思います。もしかしたら中にはお友達の方、お知り合いの方々、避難所でね生活されている方もいるかもしれません。でもその方たちだけが避難にあった災害にあっただけじゃなくて、私たちも一日本人としてその方々の思いをこう感じながら、自分たちに今何ができるのかっていうことを考えるべきなのかなと私自身も思っております。元気な私たちが元気をどんどん出して、被災地の方々もみんな元気で日本を頑張ろうって、復興以上の国の見直しをしようって立ち上がっている方もいらっしゃいます。なのでね、美しい日本、私たちの素晴らしい国をこれからもね守りながら、そして次の小さな未来にね引き継いでいけたらなと思います。それではそんな思いを込めながら、帰ってこいよ歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。